あら、どうしたの？疲れた顔をして。やっぱりオーバーワークだったんだ。はい、気を抜いて横になって、私に世話をさせて。この太ももは枕代わりでしょ。こういうの好きなんでしょ。ヤマトか、もう定番じゃないの？こういうの好きなんでしょ。好みの飲み物は果物系ね。青りんご、オレンジ、炭酸入りでも OK。 コーヒーは苦手かしら。秘書官として指揮官の仕事を肩代わりするのは4割程度でいいかしら。全部やっちゃったら私が指揮官みたいになっちゃうし。かもしれないわよ。空母のユニオンのビッグジェイこと、最大最強のブラックドラゴンとは私のことよ。なんてちょっと誇張しすぎたかしら。仕事ならこなすけど、他のリクエストはお題をいただいちゃうわね。なんて指揮官される側に回っちゃうの。いろんな意味でね。いらっしゃるわ。じゃあ次は私の番よ。座ってよし。この任務を受けた。いいわ、一緒にやろうじゃない。重い任務をこなしたからには少し休もう。緩急をとって仕事した方が体が楽になるし。新着メールがあるわよ。やっぱり楽しみにしてたんだ。バトルレポートチェック。まずは誰から始める？あんたでいいの？じゃあ私はアイスでも食べながら成長させてもらうわ。ああ、女の子を泣かせたりがっかりさせたりするのはどうかと思ってるわ。はい、反省してなさい。よそよそしいままではお互い遠慮しちゃうから、もしかしてこうやってスキンシップした方がいいかな。なんてこれで緊張がほぐれたでしょ。おしゃべりに付き合ってくれるようになったのね。じゃあ話題は何にする？小難しい理想とか美術の話？
それとも普段の生活か。私に選ばせちゃう？やっぱりオーバーワークだったんだろう。はい、気を抜いて横になって私に世話をさせて。この太ももは枕代わりですよ。なんか好きなんじゃん。委託組はもう港に戻っているのよ。指揮官のねぎらいの言葉こそ彼女たちの最高のご褒美なのではなくて、時代遅れになろうとも、アイオワ級は違うわよ。全員、第一種戦闘配置、行くわよ。方向よし、目標よし、私たちを止められる敵は何もなし。こういうのが好きなんでしょ？押されてるなんて信じられない。やり返す方法が分かるまで、寝てられないっての。ファイヤーコントロール、頼むわよ。逆転策は思いついてるわよ。いらっしゃい。今日のスケジュールはもう頭に叩き込んでる？それとも、私の手伝いが必要？ああいうこと。こういうの好きなんでしょ？好みの飲み物は果物系ね。青いのとオレンジ、炭酸入りでも OK。 コーヒーは苦手かしら。秘書官として指揮官の仕事を肩代わりするのは、まあ4割程度でいいかしら。全部やっちゃったら私が指揮官みたいになっちゃうし。この件は指揮官の言ってるのも一理あるよね。じゃあ次は私の案を聞いてちょうだい。空母の時代になるって言うけど、それはどうかな。空母は空母で進化するなら、戦艦も戦艦で進化するかもしれないわよ。ユニオンのビッグジェイこと最大最強のブラックドラゴンとは私のことよ。なんてちょっと誇張しすぎたかしら。仕事ならこなすけど、他のリクエストはお代わりをいただいちゃうわね。なんて。指揮官、今度はされる側に回っちゃうわよ。いろんな気が済んだ。指揮官、今度はされる側に回っちゃうわよ。いろんな意味でね。気が済んだ。じゃあ次は私の番よ。座ってよし。この任務を受けた。いいわ、一緒にやろうじゃない。重い任務をこなしたからには少し休もう。緩急をとって仕事した方が体が楽になるし。新着メールがあるわよ。やっぱり楽しみにしてたんだ。